日本東京都千代田区三番町三番町は東京都千代田区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施地域。郵便番号は102-0075。千代田区西部に位置する。北部は九段北に接する。東部は皇居、千鳥ヶ淵に接し、これを境に北の丸公園に接する。南部は一番町に接する。 西部は四番町に接する。かつては九段の九段坂上交差点より、半蔵門交差点の工事町にかけての内堀通り沿いに邸宅が立ち並ぶ山抜けの住宅街だったが、業種の多様化、就業人口の増加による業務地の不足から、徐々に他の千代田区内の住宅街同様にオフィスビルが侵食し続け現在はオフィス街化し、残余は公務員宿舎。 高層住宅、そして、京急五家具のあった、区内庁分室を含む本のわずかな民家が、残されている。内堀通りから、西側は、教育機関、商業施設、高層住宅などが混在しており、残った民家も、年々高層建造物へと姿を変え続けている。千代田区の正式なローマ字表記は、例外として、ヒヘボン式の三番長が使用されている。 現在の三番町は、九条六番町と九一番町の全域及び九富士見町一丁目の一部を併合して1933年7月1日に改変、成立した。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。町域を南北に内堀通りと大妻通りがそれぞれ通っている。また、町域を東西に番長学園通りが通っている。北部の境界部分に27通りが通っている。ありがとうございます。